大食いタレント高橋千成さん30歳で死去、盟友萌野小豆が報告、永遠の眠りにつきました。はい今日はですね、大食いタレントの高橋千成さんが30歳という若さで死去されたってことで話題になってますね、はい。最近ね、まあ、大食い界ね、あのちょっとなんか死去とか不法が多いんですけど、はい、まあ、ちょっとね、このねあのニュースをね、まあ。 まあ、視聴者の皆さんに、あのー、報告するために今からニュースを読みたいいと思います、はいえー、数々のメディアで活躍していた大食いタレントとして活躍していた高橋千成さんが21日に亡くなっていたことが分かった30歳だった同じく大食いタレントでアイドルとしても活動する萌、えー、えのあずき、えー、かっこ萌えあずが自身の X かっこツイッターで29日に明かした。 モイヤーズは、えー、29日大食い仲間の高橋千奈ちゃんが2023年7月21日永遠の眠りにつきましたと高橋さんの死去を報告千奈、えー、りママのご,ご意向で私からお伝えすることになりましたとモイヤずズが発表した経緯についても明かした。 投稿では、高橋さんと大食い仲間との記念ショットなども紹介。きっと今頃、天国で美味しく食べて飲んでいるはずです。ちなりにも読んでくれると思うので、お別れのメッセージを送ってあげてくださいと、高橋さんのアカウントもそうった。高橋さんはデカ盛りハンターなど多数の大食い番組に出演。自身の YouTube チャンネルなどでもたびたびスレンダーな体での食べっぷりを披露し、人気を集めていた。一方で、過去には拒食症であることなども SNS 内で明かしていた。 ということで高橋千成さんがお亡くなりになったってことなんですけどこの方ですねこの女の人なんですけど YouTube もやってるみたいなんですけど大食い会では有名な方だったそうですねこの前も菅原初代さんがね、大食い会のパイオニアみたいな菅原初代さんが亡くなったと思うんですけど高橋千成さんの死去について思ったのは この人誰って思いましたね。なんでかって言うと、全く知らないんですよ。はい。まあ、てかね、このニュースで初めて知ったって感じですね、この人。はい。まあ、ちなみに、まあ、高橋千奈里さんの死去が悲しいか悲しくないかっていうと、まあ、別に悲しくはないですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、所詮は他人だからですね。はい。 まあこれがね、もし自分の母親とかだったら悲しいんですけど、まあ、所詮、高橋千成さんって他人だから別に悲しくないなと思いましたね。はい。まあ、ただね、最近、大食い界で、まあ、不法が多いんで、やっぱりね、あの、大食いって体に悪いんだなって思いましたね。はい。まあ、ということで、まあ、一応ね、あの、高橋千成さんのご冥福を、お祈りしまーすはい。